こんにちは、速稼塾のそぼです。確かに当たり前のことをやれば当たり前に成功できる、これねすごくシンプルですけども頑丈なる言葉ですね。ほとんどの人が当たり前のことを、軽く見てるというかね、例えばね、私はちょっとね、深刻すぎるのかもしれませんけども、メルカリの転売ってあるじゃないですか。私あれをやるために事業者登録するわけなんですよ、法人作ったりね、っていうのがメルカリでポンとやって、そのすぐ辞めるって気持ちはないんですよね。でしっかりと事業化するっていう気持ちがあるんで法人立てるわけなんですよ。で法人を立てることによって決算というものが発生しますし、納税もきちんとできるということですね。で何よりも自分が事業をしている、会社をしているっていうような意識がつくわけなんですよ。最初に定款を入れて、このね、いわゆる登記簿謄本ができる、前事項記載証明書なんですけどね、この登記簿謄本ができることによって一つ自分の、分身といいますか城ができるわけですよね。で、納税ね、これは当たり前だと思うんですよ。で、他の当たり前っていうのは仕入れる、集客する、販売する、お金を集めるね、売上代金くださいということでね、で帳簿をつける、経費のためのレシートを貯めておく、全部当たり前だと思うんですよ。で法人を作るたびに法人カードっていうのもセルフバッグで作りますんで、数万円の売り上げが最初から上がるみたいなね、そんなことがあります。まあ私全部当たり前だと思うんですよね。でなんでこういう話するかっていうと、今ね4月の半ばぐらいから私持続化給付金っていう、今回の感染症対策に、100万とかね、200万とかっていうのを保証しますよっていうふうな制度をね、使うことを進めてるんですけども、この持続化給付金に申し込むためには開業届のコピー、もしくは法人の登記簿謄本のコピーが必要なんですよね。で決算書とか確定申告書が必要なんですよ。当たり前っちゃ当たり前ですよね。で、国の制度を使うんで、この自分が事業をしてるっていう証明と納税をしてるっていう証明、この2つっていうのはビジネスしてる人は当たり前に持ってると思うんですよ。いつでも出せる状態だと思うんですよ。顧問まで持てとは言わないんですけどもね、税理士さんのハンコも押してあると思うんですよ。さあそれで持続化給付金の話をしていくと、なんと驚いたことに9割ぐらいの人が開業届を出してないと、で確定申告もしてないと。これ脱税じゃないかと、開業届を出さずに潜りじゃないかと、あまり良くないんじゃないかなと私は思うわけですよね。ですんで、開業届をね、過去に遡って起業した日から起算してつけること、提出すること、そしてもう一つはその日から現在までの、修正申告をね、今からすること、費用かかりますけどね、っていうのが、その費用はかけるのが当たり前だった費用なんですよ。でそれを逃れようとしている、もしくは税金を払わないでね、そのまま放置しているという状況が、見え隠れするわけなんですよ。これこの程度のことができなくて何がビジネスなのかなと私は思いますね。そのビジネスの世界っていうのはネットだろうが MLM だろうが、メルカリの転売でね月に5000円1万稼ごうが、ちょっと偉そうなことを言わせていただければ、ビジネスはね私のフィールドなんですよ。生半可な気持ちで入らないでほしいなと思います。なぜならビジネスをしているその同じステージに私がいるんですよね。はばかりながら3年で1億以上、もう初心者の状態ですよ。初心者から始めて最初の3年で1億円以上作って一人で、でその後もこうやって隠居暮らしをしているみたいな、自分で言うのもねちょっと恥ずかしいんですけども、そこそこやれるわけなんですよ、私みたいなのがね。で私以上のものがゴロゴロいるわけですよ。それこそね、継続することを何とも思わない吉谷さんみたいなね、やって当たり前とかね、本当になんかね2桁とか3桁とか基準が違う人がいる、その中にビジネスっていうフィールドに入ってくるわけなのに、最初のね手続きができていないとか、あれを知らない、これに気づかないっていう状態で一体ね何をするんだろうなと思うんですよね。ましてや集客をしていない、セールスをしていない、商品を作っていない、商品が作れないと、これでは困るなと思いますよね。とてもじゃないですけど億万長者にもなれないですし、いや月収10万とかね、きついんじゃないですかね、そういう意識では、というふうにね、感じる日々でございます。私も最初はよくわかんないんで適当なことやってました。だからこそ振り返って思うんですよ、最初からちゃんとやった方がいいということです。で
ビジネスをするっていうのはどういうことかっていうことをね、一つ一つ積み上げて、ビジネスをスタートしていっていただきたいかなと思います。気がついたらあれこれそれやってなかったとかね、でその時にやろうと思っても資料がなかったり制度が変わっていたり、まあ第一面倒くさかったりね、費用が余計にかかったりとか、なんかいろいろ厄介なんですよ。だから当たり前にやらなければならないことは当たり前にやっていきましょう。おやすみなさい。